どうも皆さん、おじゃすということで、ジャシンと申します。今回なんですけども、まあ今までね、全然このダウンロードコンテンツに触れることができなかったんで、今日はね、このダウンロードコンテンツで追加されたダンジョン、まあ、チャレンジか、の方にちょっと行こうかなと思います。で前回ね、解放したこれがね、どうしても気になるんですよ、この危険個体っていうやつ。これが何なのかっていうのをね、ちょっと今回、まあ、見ていこうかなと思うんでよろしくお願いします。まあ、レベルがね、軒並み高いんですけど、まあリンクだけなんでね、選ぶキャラが。だからまあ、比較的難易度は低い方なんじゃないかと思っているんですけども、そこら辺はどうなんでしょうかというわけで、飯をね、食っていこう。何でもいいと思うけど、ダメージ上げて、回復性能も上げとくか。危険個体。驚異的な強さを持つ危険個体の出現が確認されている。驚異的な強さ。なんか今までこう、驚異的っていう言葉を使ってこなかったけど、相当やばいのかもしんないな。なんか軽い気持ちで言ったけど、結構やばいかもしんない、これ。一応、クエストの名前がゴングルザンだったから、もしかしたらウィズローブが来るんじゃないかと思ってるんだけど、どうでしょうか。モリブリンを倒す。まずは、モリブリン。1,2,3,4,5。見たり来るのやめてほしいな。普通のダンジョンっぽいな。ここで作って、あ、来た。これが強い。オッケー。さあ、結構削れてるよね。ほら。やっぱ俺が強すぎたな、俺。ちょっとマラソンしすぎたからね、俺。マジで。あまりね、マラソンをしすぎると、ゲームバランスがね、壊れちゃうから、あまり初見というか、まだね、全クリしてない段階でマラソンするのは俺、あんま好きじゃなかったんだけど、ちょっと楽しくなっちゃったね。憑依ガノン倒すの楽しくなっちゃってね。ついやっちゃうんだ。ザコの削ってる感じ見ると、楽、あ、出た。やばい。これってさ、え、食らった？これってさ、どうしたらいいんだろう。今までずっと俺ガードしてさ、耐えてたけど、他になんかもっといい方法が、もしかしたらあるのかもしんない。で、一人ぼっちの俺みたいなやつがいるから、こいつもしっかりと殴っていくと。あ、やべ、最強の敵いた。これはね、こうして、遠距離で殴っていく。これが最善。さ、待て。あ、こんなに殴ってなんで当たんないの？ごめんなさいな。巻き込むか全部、こうやって。こういう巻き込む系は、この4段目が最善と見た。3、4、あ、ごめんなさい。でもこのゲームでさ、癖が出ちゃうよね。そしてなんかミッションがすごい、なんか達成してる。来ないな。来た。マグネ。キャッチして、ばっこりやっていく。さあ、1,2,3,4,5 で、遠距離のやついないよね、これ。それがありがたい。で、これはナイス。ここか。危ねえ、危ねえ。ちょっと待って、これ結構まずいから使っちゃおう。電気めんどくさいからね、この水辺で。水辺の電気は、ほら、やばい。絶対遠距離を持ってるやつは、先に潰しておかないと、痛い目見る。これで削っ。は？なんだ、相打ちか。はい、マグネキャッチ。お、他のキャラの武器も奪って倒していくと。危険個体の白銀モリブリ。来た。危険個体来たよ、これ。さあ、行こうか。うわ、2体いるし、なんか、やばい輝き放ってる。怖っ。どうしよう。1体気づいてない、これ。お前ちょっとこっち来て。1対1でやろうよ。2対1なんてさ、酷な話ないじゃん。さすがに。うぃ。ちょっと待って。なんで？はい。これいいね。1体だけ。1体だけできるの、できるぞ、マジで。はい。見てます。これね、前蹴り結構見えない人多いと思うけど、俺は見えるんで。はい、見えます。まあ、多分回避性能の強さもあるかもしれないけど、片手か。今気づいたけど。全然ゲージ削れないし、HP も硬いし。何こいつ？あ、ミスだ。ミスもすると。パッて、ここ。まあ、いいや。ここで削っちゃおう。多分これ削り切るでしょ。え、待って。マジで言ってんの？くれちゃった。怖い。気づいてないな。OK。え、硬すぎだろ、お前。嘘でしょ？ビタロウ。1,2,3,4,5。え、これちょっと待って。
ここで放つ。で、こっち側で吹っ飛ばそう。向こうに吹っ飛ばすと、あれしちゃうから。え？なんかまた来てる？もういいって、その、追加コンテンツ。何でチャレンジで追加コンテンツすんの？よし。どこにいんの？あれか。あいつだるいな。ん？おい、なんでお前、泣えるな。待て。何で泣いてんのお前。ちょっと待って、逃げないで。なんでこいつ。なんか泣いたんだけど。勝った、マジ。やっちゃうわ、もう。決める。ここで。あべ、こっちで吹っ飛ばしちゃダメ。うわぁ、なんか。は？何お前。いつ現れた？ただどっか行ってった。これ。いいね、いいね。これでいいよ、これでいいよ。これどんどん増えてくのやばくない？ってか。さすがに。仮面使っちゃうか。なんか、いっぱいいるしね、あそこに。これ使って、これ放つ。これ、オッケー、勝った。よし。剣刃不罰っていうのが、多分こいつ硬い個体なのかな。で、これちょっと、あまり、俺結構目を追いたくなるぐらいの、あれなんだけど、これ。これ、ま、届く？で、こっち側で放つと。これ倒せるかな？倒せるか。よし。あまり奥のモリブリもあれしたくないんだけど。こいつら危険個体じゃないからいけるよね。うん、削れてる感じを見ると、大丈夫そう。はい。で、やりきれないと。水ローブがうざいな。あの水ローブちょっと、土幻化せんといかんけど。来た。こういうの誘うの大事。OK？お前さ、お前らもう食らっちゃうぜ。さすがに。オッケー。さあ、これで、森を削って、で、お前にはもう使っちゃう、これを。水ローブはだるいから。よし。オッケー。これはなかなか、いいぞ。これさ、削らせてくれ。よし。あと一発。オッケー。で、食いしん坊の白銀森。かわいいな、名前が。食いしん坊か。なんかさ、ちょっと待って。判定、なんかおかしくない？でかすぎてなんか、地面に届いてなくない？お前攻撃。大丈夫？これ、ロットあったかな？ロット。ロット、ちょっと待って。あるね。使っちゃうか、これ。ちょっと水の方に追い込んで、こっち来たらお前はもう、おしまいと。よし。削れないだと。しかし、OK。これあれだな。敵の力を利用して、敵を倒すという、敵に賞を送った。え、あれあれあれ消えてる。待って。ふざけんな、このゲーム。消えるんだ。一定時間経過すると。今更知るっていう。せっかく頑張って、ロットを使ってあげたのに。あそこにさ、炎のあれはあるんだよね。ロットが。あれはどう？あれロットだからさ、使っていいですか？よし。全然なんか当たり判定おかしいってこいつ。よし。か、一回逃げて、ロットを使います。で、こいつが退社するから、オッケー。オッケー。ビタロック。勝手な、こいつ。アストルよりも強い、こいつ。こいつ、アストルよりも強いです。よし。さあ、ゲージを解放していくか、もう。多分ラストでしょ、こいつは。はい、使っちゃう。あともう一個使えるからね。これで削って、あ、もう死ぬわ、こいつ。で、これビタロックして、ゲージも削りつつ、いくと。不審な行動したら、叩き込む。お疲れ様です。食いしん坊。あれ？あ、終わったよね。なんだよ。てん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 ってあの BGM ないんだ。変なの。いやー、クリアタイムちょっと時間かかっちゃったな。堅実に立ち回りすぎたね。さあ、戻ってきました。赤い月が来てるね。これでどうなる？うわ、また来た。危険個体。二つ目。ハイラル宿場町。78。でも、難易度は変わんないな。どうしよっかな。どうせなら、もう一回行くか、こっち。ね。
さっきと同じやつ食ってもう一回行きますかね。時間的にまだ10分ぐらいでしょ。できれば20分ぐらいの動画を作ろうと僕はしてるんで、よろしくクソどうでもいい情報でした。さあ行きましょう。多分ね、さっきと同じような感じだと思うんだけどね。途中はなんか普通の感じでやって、最後あたりに危険個体の、まあ、モリブリになり、今回リザルポスかな、どうなんだろう。まあそこが出てくると、うわなんかめっちゃいるな。よっこらせい。ザコスにはもうやること変わんねえから多分スキップしてるわ。ボルトウィズローブ、あれこいつやばくない？なんかこいつが金個体か、初めて見るこれ。ボルトウィズローブっていたっけ、今までいなかったよね。ただやること変わんねえなこいつ。来るぞ、見てろか。1234、間違えた。ただいやもうこいつも硬い系かよ。ただ HP はそんなに高くないか。うん、結構硬いわ。モリブリンも現れていくと、ウィエーラッシュ、めんどくさいから使っちゃおう。もうこれで多分削れるでしょ。後ろにモリブリンいるね。オッケー、通していく。これ使っていいですか。弱点ではないにしろ削れるの確か。オッケー、でこれスマッシュ決めて、であれも回収したい。危ない、今来てた。うわな、来てる。オッケー、これ削り切るのでかいな。で雷森もオッケー。あーこれちょっと数が多すぎるな。あ、ただの水ロープか、珍しいね。珍しくはないか、これ爆弾だよね。オッケー、これはエレキ水ロープか。さっき言ったのがボルト水ロープ、上位互換のやつだね。オッケー、さあこれでどっちを先に倒すかだな。あれが多分、あれがメテオで、こっちがフリーズか。うん、どうしようかな。え、ナイスの動き。ちょ、で、わかんねえこいつ、意味わかんねえ攻撃が、意味わかんない、間に合わねえし。ん、来た、今のかわしたのかな。紙一重で動きがわかんなすぎる。よし、消えてからの攻撃に弱点がありと。ほんとやること変わんねえな。ただ硬くなっただけだな、こいつら。混合不快のフリーズウィズロープとかさ、名前のセンスは何なんだろう。どういうことなんだろう。特に意味もなくつけてんだもんな。うわ、なんか来た。うぃ、うますぎる。で、これは、もう使っちゃうっていうね。もうなんか来てるし。もう、邪魔しないで。ふぅ。なかなか。数で攻めてくるな、こいつら。いやらしいわ。オッケー、森も削っていく。オッケー、ウェイラッシュ。あんまりこれラッシュ、こいつのラッシュはあんまこれ安定しないんだな。オッケー、来る、ウェイ、これ今狙いました。でも削っちゃうかこれ、めんどくせえから。行っちゃおう。はっ、死なね。絶対死んだと思った。ただ削り切れる、これはご了承で。オッケー、さあラスト、メテオですね。はい、かわせますと。これでどういう攻撃をしてくる。はい、うます、うまし。やっぱマイジャンプ安定なんだよな、このゲーム。来る、なんか来る。もうわかんないんだよそういうの。よし、オッケー、大体変わんねえんだ、でもやってること。あー、かわせない、うぜえ。今の当たるのか。お、でもひるみはしなかった。オッケー、あー硬いな。堅牢堅固、堅牢堅固だっけ、わかんない。難しい日本を使いますね。これ多分削りきれないんだよな。やばくないこの硬さ。ほら、あ、削れたわ。ただすんごいギリギリ、強すぎだろこいつら。使っちゃおう。もうすぐで1ゲージも溜まりそうだから押し切りたい。あまりドットも使いたくない。来るぞ、来た。おい、分かってんだよ、お前の動きが手に取るように分かるぞ。あれ、かわせない。どう来る。よし、もう終わりじゃねこれ。
楽しかったぜ。これクリアでね。うん、オッケー。なぜかクリアの BGM ないっていうね。あー、さっきと同じようなあれだな、スコアだな。はい、戻ってきました。また新たに増えていく。どんな感じだろう。あっかれ取れて、ちょっとこれね、だんだん難易度上がってガーディアンとかが出てくるのかな、わかんないけど、まあまあまあ印象としてはね、まあただ硬いだけっていう感じだったな。攻撃もそこまで威力やばいわけじゃないし、変わった攻撃もあんまりしないから、まあやっていけば、うん、倒せる普通に。なんか理不尽さがないから非常に心地よい感じでした。ただちょっと硬すぎるかなっていうのがあるから、ちょっとね、あの光栄テクモさん、そこら辺ちょっとあのお考えくださいってことで最後の最後に愚痴を言って終わるっていう、ね、じゃあそんな感じで皆さんお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。